T 先輩です。ノッタン。T 子だよ、ノッタン。まずはこれを見てください。いきなり始まってるのね。え、何これ？買っちゃったらしいんです。まだ生きてるじゃない。どういうことなんでしょうか。リザルトも、この通りなんです。クリアタイムが表示されてるね。さすがにバグですよね。びっくりしましたが、いい経験ができました。わけわかんないわね。ということで、マラソン、スタートです。7章ばかりやったの。そうですね。ノーマルでいいものが出たので、ハードもきっといいものが出るはず。という信念のもと、頑張りました。ダッシュブーツが出たんだっけ？そうなんですよ。願わくば、それの上位版でも、出てくれないかなぁ。なんて期待してます。さすがに甘いんじゃない？そうでしょうか。でも、その他のレアものも、いろいろあるかもしれません。絶対に無駄にはならないと信じて、しばらくはやってみますよ。いいんじゃない？一応肉は取っておくか。攻撃力が若干上がるのよね。少しだけでも助かりますからね。お、武器が出た。食べ物が多いですが、たまに武器なども出てくれます。お。敵も落としてくれたね。装備はお察しの通り、レアリングニコニエビス羽織です。レアドロップが出やすくなる装備だね。目に見えて変わりますから、マラソンの時には重宝します。今のはうまかったね。ちょっとした賭けでしたが、うまくいってよかったです。ここは一つずついかないとダメですね。間に合わなそうね。無理はしませんよ。こいつも斜めに伸ばしてくるので、落ち着いていきます。ここはこれが気持ちいい。ベニテングだけをいっぱい出してるね。お礼でしょうか。むしろ礼参りの方ね。あ、一瞬でしたか。ここもだいぶ慣れてきました。うまい時はうまいけど、食らう時はめっちゃ食らうよね。一度ペースを崩されると、なし崩し的にダメになります。小心者の典型的なパターンですね。あら、自分のことを冷静に分析してるわね。いや、そこは否定していただきたかった。そうだったの、それはごめんね。てっきり悟ったのかと思ったよ。まだまだ迷える子羊でいたいです。わけわかんないよ。しかも今変換したら、迷える子羊でいたいって出ました。パソコンはわかってるようね。かっこいいです。さて、そこのレバーを引けば終わりですね。あとはボス部屋へ向かうだけです。ここの往復が結構長いよね。それだけに鍛えられましたよ。このペンドラム抜け。うわぶな。ふう。よく当たらなかったね。あれが決まるときは調子いいです。あ、下がれてる。倒すしかないか。もうちょっと前に行ってくれたらな。どうしようもないよね。ハードだと時間がかかるんですよね。得意の送信はやらないんだ。あまり効率は良くないかなと思って、ただひたすらに攻撃してみました。どっちもどっちかもね。
こはジャンプで抜けようとしても、たまに斜めのやつで食らっちゃいます。今は食らわなかったね。すべて計算通りです。絶対嘘だ。やっぱりこの装備だと、ガンガンドロップしてくれますね。ほんとだね。さっきから落としまくってる。ここも急がず落ち着いて、それが成功の鍵です。何いきなり成功しゃぶって。ここさえ抜けちゃえばあとは大丈夫。ここは落ちてくるのが遅めですよね。振り返りキックにだけは要注意です。頭もろとも吹き飛ばしたね。あれが一番安全です。じゃなくて安全です。なんで一度産んだの？はい、終わり。ここで打撃武器に変えるのを忘れずに。忘れたらえらい目に遭うね。今回はホーリーロッドじゃなく、ホリハルコンにしてみました。少しやってみたところ、リーチは短いものの、ダメージがかなり高いんです。連射能力も高いしね。瞬間ダメージがものすごいことになってます。さてと、ようやく到着です。頼もう。一撃で44。かなり強いですよね。あとは体当たりにだけ注意です。油断するとすぐに食らっちゃうんですよ。あまり欲張らずに落ち着いて回避を優先します。この後はすぐに動くので、早めに避けた方がいいです。ここがチャンス。これはもうクリで避けちゃいます。ある意味一番安全よね。 MP さえあれば無敵です。そらそら、かかってこいやー。欲張らないのがコツです。いらっしゃい、先生。上の見極めも問題なくなりました。だいぶ戦ってるもんね。ハートの軌道以外はノーマルと変わりませんし、落ち着いていれば大丈夫そうです。それが崩れた時が怖いんだけどね。うわ、ちょっと近い。うん、怖い。どれくらい HP あるんでしょうか。もうかなり与えてるよね。2000くらいあるのかな。お、倒した。大したことなかったか。じゃあなんで保存したの。気づいてませんか。わかんない。これですよ、これ。あー、ノーダメージだったのね。そうですよ、前もあったよね。嬉しいものです。さて、あとはひたすらやるだけ。いいものが出ればいいな。お、これは結果では時間で強くなる武器だったよね。やはりレア武器でしょうか。なんかお金持ちの指輪みたい。まあこんな感じでやってました。気長にやりますね。ノッタン。あ、いきなり終わるのね。また次回もお楽しみにね、ノッタン。なんでここから。終わりだ。お、すごいじゃん。ムッフフ、ノッタン。気持ち悪い笑い。
消え去るがいい。感謝。